はい、大きなアップローチマンの皆さん、アップローチマンことアンピーです。今回はね、ニューススタジオからお送りします。まずラインナップですけれども、シリーズ7発売延期の速報というのをね、お伝えします。そしてその後、血圧測定機能が原因なのかということ,と、結局ね、発売日はどうなるのかということについてね、お伝えします。それでは行きましょう。で日経アジアにて、アップローチシリーズ7に 製造上の問題が発生と本日9月1日に公開されました昨日ね速報でねお伝えしたねこういうデザインになるっていうねいい話をねしたところだったんですけど非常にね残念なニュースなんですけれども皆さんにね知っておいていただいた方がいいのかなと思いましたのでね動画にしましたで次期アップルウォッチの生産が遅れているのは新型スマートウォッチの複雑なデザインが 大きな原因だと日系アジアが伝えておりますップローチ7のメーカーは先週小規模な生産を開始したが満足のいく生産性能に到達するための重大な課題に遭遇したということです全世代のウォッチとは大きく異なるデザインの複雑さに起因する可能性があり組み立て業者は電子モジュールコンポーネントディスプレイを組み立てる際に問題を発見したとのことです昨日ねお送りしたね大規模なねデザイン変更が起因なんだっていうね 皮肉なな話になっておりますアップル社はね、部品メーカーに対してえ、組み立てメーカーへの出荷を一部遅らせるよう要請したということです。アップルとそのサプライヤーは24時間体制で問題を解決しようと努力しているが、現状ではいつ量産が開始されるかわからないと関係者は述べているようです。非常に深刻な感じですね。そしてアップル社は、 数週間以内に最新の iPhone とともにこの新しい時計を発表する予定でした。しかしか今回の問題は 発表会後の米国企業の出荷計画に影響を与える可能性があると関係者は述べているということですで血圧測定機能が原因であるという、ね、ことも述べられておりまして次期アップルウォッチには血圧測定などの新機能が搭載されるため生産には同サイズの本体により多くの部品を収める必要があるとのことですまた防水性能も要求されるため 技術的にも生産的にも課題が多いとのことです。ということなんですけれども、結構ヘルスケア関係の機能は新規には追加されないというね、噂やね、ニュースが多いんですけれども、これはね、本当の話なんでしょうかね。もしね、これがね、機能がね、つくのであればね、非常にね、ありがたいことではあるんですけれども、まあ、それによってね、生産が遅れるっていうのも皮肉な感じだなというふうに思われますね。そして結局発売日についてなんですが、 結局のところね、このニュースが事実であれば発売日が延期されるか、もしくは発売日は変わらず、小ロットの発売になると予想され、いずれにしましても残念であり、ショックな出来事であることに変わりはありませんね。アップル社はコメントを控えているとのことですので、これがね、えー、事実でないという結果であればと願うばかりです。皆さんは、ね、いかがでしょうかそれではね、アプローチメン WMA の皆さんね、シリーズ7をね、ご購入されますでしょうか ぜひね、コメントにお寄せください。もしね、ためになったや、面白かった、役に立ったと思われる方はね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はここまでです。ありがとうございました。またお会いしましょう。See you!